はいどうも、皆さんこんにちは、ヒロと申します。今回の動画は現在登場中のガチャ獲得優先度引くべきか解説やっていこうと思います。とは言っても2週間前に登場したこちらのバロンドールショータイム明日で終了してしまうんで、このガチャメインに話していくんだけど、結構質問が多いのが、今週の月曜に登場したオランダ代表エピック、このガチャとどっち引くべきですかって質問も多く来ていたんで、そこについても詳しく話していこうかなと思います。実際にフリとライカルト、この2名は獲得しているんで、カッコ版も持っていますし、そこの使用感と比較した話もやっていくんで、ぜひ気になる方は最後まで見ていってください。ということで、まずは明日で終了してしまうこちらのショータイムについて話していくんだけど、ピックアップされているのがロドリ、ビニシウス、ベリンガム、この3名ですね。先週の最終評価でも話したんですけど、全員ガチスカ級ですし、3人とも特殊スキル持っているんで、まずハズレがいないガチャですね。ただ役割的にビニシウスだけは逆足強化されてないし、前回のラインブレーカーショータイムとか持っていたら優先度は低くなってしまうんですけど、ベリンガムは前回のショータイムからより守備的選手として使えるような強化されてますし、もし被ったとしても使い分けできます。そしてロドリに関しては今回スピードめちゃくちゃ強化されているんで、使用感も全然違いますし、全く別人ですね。多分みんなが思ってるよりドリブルのコネ感とかマッチアップのスピード感速くなっているんで、今は自分のガチスカのベンチ要員で使ってます。そもそもプレイメーカーだと攻撃的に行きたい場合ちょっと詰まってしまうんで、個人的なロドリの使い方としては試合勝っている時の後半交代要員ですね。フォードレスも追加されていて、パス後をかければ得点も狙っていきますし、基本的には後半の守備的要員として使ってます。頻度精度も高い高いですし、コネ感いいし、ドリブルの使用感結構フリットっぽいんだよね。身長大きくてコネコネできる選手なんで、プレー名で190センチ超え、BT のライカールトとかだと思うんだけど、間違いなくビッグタイムライカールトより強いですし、もうある程度ガチスカ揃っていて恋に余裕ある方は十分ロドリ狙う価値ある選手かなと思います。そしてベリンガムについてもさっき話したように守備的中盤選手としてバランス良くなっていますし、今回ねフェノミナルフィニッシュ持っているんで使うなら前線かなと思っていたんですけど、実際に使ってみると前目で使うなら前回の2列目ベリンガムでもいいですし、センターフォワードはもう優秀な選手多すぎるんで、ベリンガムはそのまま中盤の B2B として使ってあげた方がいいのかなと個人的には思ってます。実際に今のガチスカ見ていくと、こんな感じで、4-1-3-2 の形でガチスカ組んでいるんだけど、ここの中央の位置でベリンガム起用してます。やっぱり B2B なんで、守備の時は少し下がりますし、攻撃の時は逆に上がってくれるんで、フリットでボール持ってサイド開いて、ライブレのラウタロ少し前線に上がると空いたスペースにベリンガムスッと走ってきてくれるんで、ラウタロおとりのベリンガム抜け出し、そこにフリットスルーパスで、フェノミナルフィニッシュでワンタッチシュートとか、そういった形もできるんで、優秀な選手が多い前線で使うよりは攻撃にも参加できる中盤の選手として使ってあげるのがベストな起用法かなと思います。ビニシウスに関しては、疑似3トップとかでより中央で使ってあげるとモメンタムも活かしやすいですし、決定力十分あるんで CFST 起用がおすすめかな。そして結局このガチャを引くべきかっていう話をしていくんだけど、無課金美課金はまだ我慢していいかなと思います。そして次は今週の月曜に登場したオランダ代表エピック、獲得したフリとライカルト、この2名の使用感について話していきます。まずライカルトに関してはいろいろ育成試してみたんだけど、センターバックボランチ、個人的には前回の方が良かったなと思いました。やっぱりビルドアップが合わないのかな。あと守備的中盤として使うならアンカーの方がプレッシャーとしては好きだし、センターバックで使っても無印を前回はできたんで、その面でちょっと思ったより強化上がりきらなかったな。前回のでマジで十分。あとは特殊スキルライカルト追加されなかったっていうのも大きいかも。イエラレベルじゃないと入れないと思いますし、逆足最高なんで事故は少ないんですけど、個人的にはあまりお勧めできないピックかな。センターバックの補強したいならまだ待っていい気がする。そしてフリット、今回のガチャの目玉選手だと思うんだけど、フリットは間違いなく過去最強で使用感も良くなっていました。今はオムフトップ下で起用しているんで2列目飛び出し発動させてるんだけど、あの体の大きさ、理不尽さでいい動き出ししてくれると無理なパスも通しやすいですし、ボール持った時孤立してもゴリゴリ進められるんで、やっぱりね理不尽感は健在でした。あとはビジョナリーパスもついているんで、センターフォワードで起用というよりはトップ下シムフ中盤での起用がおすすめですね。センターフォワードで使うならマジで去年のミランフリットで十分だと思います。てかそもそも去年のミランフリット持っている無課金美課金は無理に引かなくていいね。もちろん過去最強なんだけど、乗り換えるほどの強さあまり感じませんでしたね。ただフリットはフリットなんで、過去版持っていなかったら引ける場合は絶対引いといた方がいい選手という意見は変わらないです。またファンバステもちょっと気になっていたんですけど、ベリンガムの時も言ったようにセンターフォワード優秀な選手多すぎるんで、今回はスルーしようかなと思います。ガチャ的にも残り90回か、こっから追う勇気はないんで、ファンバステに関しては使用感については話せないんだけど、フリとライカルトそれぞれの使用感評価については
こんな感じですね。まあ、この2つのガチャを見ていって、まあ、実際に獲得優先度、どっち引くべきかっていう話をしていくんだけど、まあ、ここは、誰に聞いても同じ意見だと思うけど、箱番のフリット持っていない場合は、オランダエピック、こちらを引きましょう。まあ、ライカールとフリット、前回のバージョンでも十分と言ったんですけど、まあ、どちらも優秀な選手ですし、ライカールと持ってても、フリット、箱番持っていなかったら、まあ、絶対にね、引く価値はあるガチャになっているんで、バロンドールショータイムと比べても、フリットガチャの方が優先度高いですね。まあ、今のガチスカ見ると、現在登場中のガチャで、ガチスカに入っているのは、フリット、そしてベリンガム、ロドリ、ショータイムの方が多いんですけど、まあ、絶対最終的に残るのは、このフリットなんで、どっち引くか迷っている方はバロンドールガチャ我慢してフリットを引くのをお勧めします。まあ、ここまで長く話していったんですけど、まあ、結構質問多かったので、まあ、ぜひ迷っていた方の参考になれば嬉しいです。まあ、これからもいろんな動画投稿していくんで、ぜひ最後にチャンネル登録高評価して応援お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。